ハイブリッドチャンネル始まるよ。こんにちは。こんにちは。ハイブリッドちゃんです。です。竹千代子です。手羽先号です。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。今日もホワイトボードを使って訓練をするということで。はい。ね。続きですね。続きですね。はい。なんだっけ、スタッフさんから、はい、いただいたカードに、人物とかキャラクターの名前が書いてあるので、それを想像して書いて、竹千代子さんに当てていただくという。そうだ。そう。ゲームです。はい。はい。はい、そうですね。頑張ります。はい。じゃあ頑張ります。はい。竹千代子も頑張っていきます。そうですね。はい。お願いします。はい、お願いします。じゃあ、はい、回答書籍にお願いします。はい。はい、よし。第1問。何ですか、これは。これはでも難しいのかしら。そうですね、私は好きです。好きですか。はい、大好きで、アニメも見たことありますし、ゲームもやったことあります。ゲーム。ただ書くとなると、そうだな、でも特徴的な部分があるので、はいはい、こんな感じかな。いつもちょっと険しい顔してます。なんだろう。はいはいはい。なんかこう髪型も、私のイメージですけど、こうなんか無造作ヘア。はい。この方もすごいガタイがいいです。あ、ガッチリと。ガッチリ、ガッチリしてます。もうこうリアルな感じでいくと、もうほんとこんな感じです。はいはいはい、かなりですね。こんな感じですね。かなりの、もうかなり肩幅が。格闘ですね。うわ、すごい格闘系です。腕こんなんですよ。腕すごいです。筋肉のすごい方が、もうね、もうあのミシュランの、そう、ね、びっくり、あの白いのの代わりもできちゃうみたいな。のにウエスト細いんです。ウエスト細い。細いんですね。はい、細いです。そしてなんかデニムみたいなやつ、あ、履いてらっしゃいます。あそこね。はい。で、ここに、こんな感じ？はい！あ、もうそれ書いちゃったら、だって。こんな感じかな？ちょっと聞こえよ。1、2、3、4、5、6、7、8、7。ね？はい。7つの傷。傷が。はい。もうそれでわかりました。わかりました。この、体格とデニムで、はい、デニムで、デニムでね、青い感じで、あの、はい、すいません、手羽先王さん、欲を言えば、はい、眉毛が太い方がいいかもしれない。確かに。もう分かってて言ってますからね。そうですね。もう正解、もう、はい、正解も、はい、お願いします。ケンシロウ。ビフォーン。北斗の剣の、そうです、ケンシロウさん。そうです、北斗神拳の伝承者です。これは分かった。やったー。でもこれは分かりました。そう、アニメ見たことあるから、結構特徴を捉えてたかもしれない。だいぶ誇張してますよね。そうですね、分かりました。はい、でも分かりました。それやったー、うん、そうそう、よかったよかった。こちらです。素晴らしい。やったー。楽しい。楽しいです。楽しいですね。これなんか当てれると楽しい。はいはい、確かに。分かんないともやもやってって忘れ、ね、終わっちゃうけど。そうですよ。そうそうそうなんです。当てれるとスッキリ。じゃあ次、はい、第2問。第2問ですね。はい、いきます。何かな？何かな？あー、これはちょっと今までアニメのキャラクターだったんですけど、はい、今度人物です。人物。
ため息ついてるけど難しいな。誰だろう。よし書いていきますね。メガネかけてたっけ。いやかけてないな。メガネをかけてるのか。メガネはかけてなかった気がします。そっか悩んじゃう感じか。誰だろう。ちょっと顔がこんな感じで、なんかセンター分けですね髪型は。このなんか、はい、わかりました。はい、もうわかりました。わかりました。わかった。お願いします。金八先生。すごい。合ってる？合ってます。すごい。やった。すごい。すごい。最短記録じゃないですか。嬉しい。メガネはかけてない。かけてない。かけてないですよね。かけてないです。嬉しい。やった。やった。すごい。これなんかいいですね。ともちゃん、2問当てたってことで。そうですね。あれ2問あいたあいたはい、では今日はここまで。はい、ここまで。はい、4問え、まだやる。まだ書いてる。まだできます。あれ、まだ書く。まだ書くまだ書いていいそうです。まだ書いていいんですか。全体的に書いていいってことですか。次の問題いきますか。はい、次の問題いきます。いやすごい、なんか嬉しい。私たち腕を上げてますよね。上げてきました。はい、だんだんこうね息が合ってきました。本当ですね。次じゃあお願いします。はい、次いきます。巻きで書いてごらんなさいってことです。巻きでこれは巻きで巻きで、この人も無造作ヘアです。無造作ヘアの彫りがこうちょっと彫りが深く、はい、これはアニメじゃなくて、アニメじゃなく実写の方です。鼻が高くてで、なんかこう操作ヘア、帽子かぶってるんですよね、いつも。鼻くんちの帽子かぶって、これ難しいな。なんかネックレスいっぱいつけてます。ネックレス、帽子かぶって帽子の色はなんか赤茶っぽいような色ですね。ちょっと看護師さんみたいになってる。誰？こんな感じ、赤茶っぽい感じですね。アニメじゃないんですもんね。アニメじゃないですね。こんな感じ。誰？これ誰？なんかこうお酒の瓶持ってる。わかった、わかった。はいはいはい、パイレーツオブカリビアンの人。正解です。嘘でしょ。ジャック・スパローです。え、ジャック・スパロー。そうジャン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 。すごいすごい、わかった。やった、わかったよ。もう息ぴったりですね。嬉しい、最高だ。嬉しい。もう一問、もう一問いきます。え、もういかない、もういかないですか。すごい、やったやったやった。いや上手ですもん、わかりやすい。いやいやいや、でも私の心をうまく分かっていただいていや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 、はい、では今日ははいここまでで、はい、また次回かけたら、はいはい、また頑張って頑張りましょう。頑張ります。ではまた、バイバイ。バイバイ。本日もハイブリッドチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またハイブリッドちゃんは Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。 Thank you for watching ハイブリッドチャンネル today. We also have Twitter and Instagram. Please check it out. Bye bye.